私は最近の休日はですね、ずっと家にいるんですよ。はい。何をしてるか、そう、予定は特になくて、ずっと家にいるんですよ。一日中、ゲームしてるんです。まさかって思うでしょ？自分でもこんなにハマると思わなかったんですよ。一日、もう朝から晩までゲームをする日が来るなんて、って思って、そうなんですよ。龍が如くをスタートして、ずっとハマっちゃってます。はい。プレイステーションを使うっていうのも、小さい頃にお友達に貸してもらった以来だったので、今ですね、まだどんどこまで行けてないんですけれども、はい。バトルゲームっていうのが結構初めてでして、あれダメなんですね。丸をずっと押してても敵は倒せないんですね。最初、敵がまだ、軽かったり、ね、弱いと全部丸を連打してれば勝てたんですよ。でも進むにつれてレベルが上がってって丸を連打しても勝てないんですよ。これどうすればいいんだと思っていろいろ調べたら、三角ボタンとか四角のボタンでアイテムを使って自分を回復させるとか、あとは技を使うっていうのを知って、そうなんだって。で、主人公の方もすごくいい方なんですよね。春日さんっていう方なんですけれど、もう情熱的で優しくて仲間思いで、なんか素敵な主人公に巡り会えたなって思って、仲間も増えたんですよ。はい。キングヌーの井口さんも出演されてて、あれお名前なんていうのかな、私いつも井口さん井口さんって言ってゲームしてるんですけれど、井口さんが技をこうタイヤをね、こう敵がこう並んでる時にタイヤをこうズボーンって押していく技があるんですよ。私あれ大好きで、あればっかり使ってます。あ、富澤さん役の中では富澤さんっていう方なんですけれども、井口さんいけいけいけって言っていや、キングヌーが大好きなもんなんで、はい、その癖でつい待って、もうね、そのまんま井口さんじゃないですか。そう、富澤さんなんですけど、役の中では井口さん井口さんってやってます。うん、あ、そう、トミーって呼ばれてます。はい、またね、どんどこ島まで行けたらちょっとご報告したいと思うんですけれども、もうね、休日も仕事終わり家に帰ってもね、楽しんじゃってる自分がいます。